護衛艦いすもと加賀の改修工事が進む中、2024年概算要求で F-35B 戦闘機の1個飛行隊がニュータバル基地に確定。今回は、このニュータバル基地がなぜ選択されたのかを詳しく深掘りしていきます。ニュータバル基地の近くには、馬毛島があり現在飛行訓練場を建設中、そこへ護衛艦出雲や、加賀を係留できる施設へ整備され、また、アメリカ海兵隊空母も、係留が可能となる。対中国を牽制するなら、立地的にも、ベストな位置にニュータバル基地があります。馬毛島はもう、毎年8月末は、日本においては、来年度の各種の予算を固め、概算要求を公表する時期となっているが、今年もその例に漏れず、2024年度の防衛予算の概算要求が行われ、今年2023年年度分より開始された増額方針が継続された。現在の防衛予算の増額基調は、2022年12月に現内閣で承認されたいわゆる安全保障関連の3文書に基づいて実行されており、多くの予算が投じられているのは新たなミサイル防衛網の構築と長距離打撃兵器の調達の分野が顕著である。そうした中でも海上自衛隊の艦艇として太平戦争後初の航空母艦となる出雲型ヘリコプター搭載護衛艦2隻の改修工事費や、その艦載機となる F-35 ライトニング2 B 型の取得費用も、2024年度防衛予算の概算要求には盛り込まれている。ヘリコプター搭載護衛艦である出雲型の1番艦、出雲と2番艦の加賀の両艦は、ご存知のように、収益当初は、海上自衛隊の艦艇の中で最大規模となる回転翼機各種を、最大で14機ほど運用可能な能力を有している。それら出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、主として、対潜哨戒及び水戦攻撃任務に従事する回転翼機を運用する艦艇として、増強著しい中国海軍の潜水艦を最大の仮想敵と定めて、その抑止を担うべく建造された。しかし、中国の南西諸島方面における軍事力の増強に対抗するには、固定翼機を運用する軽空母の必要性が指摘され始め、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦を航空母艦化することで、その実現を図る方向が定められた。そして、その場合出雲型ヘリコプター搭載護衛艦は、全通式の飛行甲板はもともと装備してはいるものの、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦等のようなカタパルトは装備していないため、艦載機は、おのずと一択となった。それが、いわゆる第5世代戦闘機として、今や、アメリカの同盟国や友好国の多数で採用に至ったロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2のバージョンの中で、ただ一短距離離陸、垂直着陸が可能な同機の B 型である。ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2は、通常滑走路で運用される A 型、今例に挙げた短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型、そして、カタパルトを搭載する航空母艦で運用される C 型の3種が存在している。これらの中で、2023年時点で、日本の航空自衛隊は、A 型を105機、B 型を42機の合計で、同機を147機調達する計画を進めており、この数は、本国のアメリカと比すれば、桁は違うが、世界でも2番目に多い状態である。F-35 ライトニング2の3機種の中で、最もオーソドックスなタイプは無論 A 型であり、アメリカや日本は、元より、2023年の現時点でも、直近のルーマニアやチェコを含め、世界で19カ国が導入を決定しており、スペインやギリシャも続くとめされている。これは、F-35 ライトニング2が持つステルス性能が、従来のいわゆる第4世代機までの戦闘機とは比較にならないほどに生存性が高いことが評価された結果だと思われ、今度も導入国が増えることはあっても減ることはなさそうだ。これに比べ、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型は、その特性上から採用国が限定されており、現時点では、アメリカ、日本、イギリス、イタリア、シンガポールの5カ国に止まり、教習揚陸艦や航空母艦での運用が主である。
この中で、シンガポールのみは、こうした F35 ライトニング 2B 型を、運用可能な強襲揚陸艦や航空母艦を有してはいないが、国土が強小なため、その意味での汎用性を重視し、同機の運用を行うことを基としているのだと考えられる。また、韓国は、航空母艦の新造を推進している渦中にあり、これが本決まりとなれば、F35 ライトニング 2B 型の取得に動くと予想されているため、アメリカ側が承認を行えば、同期の6カ国目の採用国となる可能性が高い。F35 ライトニング2の中でアメリカのみが採用しているのが C 形であるが、同期は、カタパルトを装備した航空母艦用の艦載機であるため、そもそも、西側諸国で、そうした航空母艦の保有国は、アメリカ以外にはフランスしかなく、今後も増加することはなさそうだ。さて、日本の航空自衛隊が導入する F35 ライトニング 2B 型であるが、かねてより想定されていたように、2024年度の防衛予算の概算要求の中で、宮崎県の固有郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル基地への配備が具体化されている。すでに、防衛省側としては、2018年に航空自衛隊に F35 ライトニング 2B 型の導入を決定した時点から、その構想を描いていたと思われ、2021年には、同機の具体的な配備先として、ニュータバル基地を最有力候補として掲げてきた。2016年以降、ニュータバル基地には、F15 イーグルを装備する第5航空団所属の第305飛行隊のみが配備されており、これに加えて新設される臨時の1個飛行隊に、F35 ライトニング 2B 型を充当し、来年2024年度中に発足させる見通しとなった。このニュータバル基地への F35 ライトニング 2B 型の臨時の1個飛行隊の創設は、2022年7月に、当時の政権の岸防衛省が記者会見で表明しており、最大で20機程度の同機を同基地に配備する方針が、その時のコメントで示されていた。その流れに沿って、航空自衛隊初の F35 ライトニング 2B 型配備の部隊派ニュータバル基地へ新設される運びとなりそうだが、全体で、42機の調達計画が進められている中では、およそ半数の機体が同基地へ収容される形である。今後は、残りの F35 ライトニング 2B 型が、また、別の航空自衛隊基地に配備されるのか否かが注目点となると思われるが、これについては、現時点では何とも判断しづらい状況であるというのが偽らざる個人的な感想である。まず、最初の航空自衛隊の F35 ライトニング 2B 型の1個飛行隊が新田原基地に置かれることとなった要因は、大きくは3つの点が影響していると考えられ、その一つが、同基地における飛行隊を収容するキャパシティだと思われる。前述した通り、ニュータバル基地には、2023年時点で F15 イーグルを装備する第305飛行隊のみが配備されている状況だが、2016年まで、戦闘機搭乗員の育成を行う、飛行共同軍と F4EJ 改めを装備した第305飛行隊も同基地に収容されていた。そのため、現状では、新たな飛行隊を収容するに足る十分なキャパシティをニュータバル基地は有していると思われ、また、近年、日本の防衛の最重要なエリアと見さされている南西諸島方面に向けても高い利便性を発揮する位置だと言えるだろう。次に現在航空母艦改修が進められて、いる出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦たる加賀は、広島県の5基地を母港としており、同基地とニュータバル基地との地理的な距離の近さも有力な条件だと思われる。そして、3つ目には、今、まさに、鹿児島県の離島である馬毛島への自衛隊基地の整備が開始されているが、ニュータバル基地から馬毛島までの距離もほど近く、F35 ライトニング 2B を駐機させるには、最適の位置関係にあると思われる。ちなみに、在日アメリカ軍の場合、F35 ライトニング 2B 型を装備する海兵隊の部隊は、山口県の岩国基地に駐留しており、同機を艦載機とする強襲揚陸艦、アメリカは、長崎県の佐世保を母港としており、これらとの連携も行いやすい距離であろう。個人的には、馬毛島には、自衛隊基地が整備されることになっているため、これが完成した場合には、
F3 ゴライトニング2B 型の飛行体を配備すれば、もっと効率的な運用が可能ではないかという点は、少し気になってはいる。すでにニュータバル基地については、F3 ゴライトニング2B 型の臨時の1個飛行体は配備するものの、同機の最大の特徴である短距離離陸、垂直着陸での運用を行うには、従来の戦闘機よりも騒音が増すとして垂直着陸は行わないことが表明されている。